警棒、何か暴漢に襲われた時に身を守るための棒を持っているということが話題になっているって話ですね。話題になってるんですか、ちょっと。で、私、警棒持ってるかって聞かれたら、持ってます。だって考えてくださいよ。総理大臣が撃ち殺される国ですよ。総理大臣に向かって爆弾投げる国ですよ。その中で、私丸腰でって無理なんです。だって私はね、2013年東京から国会に送ってもらいましたけど、その後、銃弾、実弾ですね。これ送りつけられたりとか、ナイフが送りつけられたりとか、党本部の爆破予告があったりとか、すいません。笑い事じゃないんですけど、穏やかではないんですよ。殺害予告も当然いただきます。それをもって正当な理由、私たちはそう考えています。これは国会を通しまして、警察の方にも問い合わせをしました。じゃないと、私がどこに移動していくのにも警察官の方々に来ていただくなんて、そんな無駄をね、警察官の方々に強いるわけいかないじゃないですか。いろんな警備体制引いてもらってっていう。だったらもっと別にやらなきゃいけないこといっぱいあるでしょ。なので、まあ最終的には1対1になる可能性はあるわけだから、私は自分で自分の身を守ると。それ以上でも以下でもございません。ありがとうございます。